やばい。最後までよろしくお願いします。はい、ということでね、ガンダムをちょっといじっていきたいと思います。ヒカルンかわいい、やった、ありがとう。そう、ガンダムをいじっていくよ。いや、もういじってくよってか、もういろんな対戦したいんだけど、私がただ単に。え、ちょっと かっこよくいくのよ、かっこよく。次ね、曲げて、曲げて、こんにちは。あ、ほら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 、バランス感覚頑張れって。バランス感覚頑張れって。あー、倒れた。なんでそんな、この箱の、そんなかっこよいの。なんでそんなかっこよいんだ。こんにちは。あ、あれ、手、あ、手をね。あ、折った、これじゃん。絶対これだよ。よかった。パーツがさ、なんか一個余ってるんだけどって言ってたのが分かった。判明した。もうちょっとこうひ…やばい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 。ガンダムが、ガンダムが、こんにちは。ガンダムが、ガンダムが倒れちゃう。ガンダムよ、やっぱりダメだよ。光やるとさ、何これ、ダサいんだけど、どうしたらいい、どうやったらかっこよくなる。なんかさ、ガンダム自体はすごいかっこいいのにさ、私がやるとさ、とてつもなくダサいんだけど、どうしたらいい、かっこよくならないの。今ね、このポーズしてんの。ちょっと待ってね、ガンダムも立ってくれないしさ、戦えないじゃん。あの、これね、こう、このポーズしてんだけど、みんなから見たらこうかな。なんで、なんで、ガンダム、なんでそんなかっこ悪いんだ。かっこ悪いんだって、か失礼だけどさ、私が悪いんだけどさ。なんで、なんで、じゃあ、あ、じゃあこれいいんじゃない、これ。ちょっと待って、ちょっとこの体勢はね、一旦諦めよう。一旦諦めよう。私にはこの体勢の才能がない。でしょ？こうだから。こんにちは。
と待ってね、このね、縦つけるのがね、大変なんですよね。つけるのが大変なんですよ、私。つかないぞ。あ、違う違う、つけるところごめん、全然違ったつけるところ。ごめん、手痛めてない？大丈夫か？ガンダム。いや、ちょっとね、セッティングしてる。あセッティングしようとしたら上半身取れちゃったじゃん。こうでしょ？で、膝曲げて、待ってね。待ってね。そしたら、必死にいじる平野光。あ、これ猫ちゃんじゃないんだ、悪魔なんだ。そう、ちょっと角見えてなかったよね。待ってね、ガンダムをね、かっこよく見せたいから、やっぱり。ガンダム前見て。これ以上曲げたらちょっと壊れそうだからな。曲げれないよね。ほら、行くぜ！ほら、ここ、ほら、え、いい感じじゃない？これを引く、ちょっと結構、あの、力作だと思うんだけど、力作だと思うんだけどな。かっこいいよね、こうやってね、飛んでくの。飛んでく？そう。力作じゃないですか？今から向かうぜみたいな。ちょっと足だけね、足だけちょっとあれなんだけど。命ポーズとかやだ。ぽいけどさ。ぽいけど。もうそれ言ったらね。それにしか見えなくなっちゃう。あ、そう、シールドはね、あの、くっつきました。今やったのが、ちなみに今やったのが、これね。このポーズね。なんかやっぱり違うよね。この、なんか違うんだよ。なんでできないんだろう。これ命に見えないもん、別に。あ、いい感じ。いや、命に見えるな。いい感じじゃないとか言おうと思ったけど、命に見えました。でもこんなもんかな。そう、もともとこれ、あの、色ついてるやつですね。イケメンやの。びっくりした。でもなんかその、あの、頭に対して体が結構本当に大きいんだなっていうびっくり、私は。こうやって見るとね。
そう、こうやって見ると。そう、配信中に作ってたの。座ったりはね、あー、できないかも。あ、できるかも。ここが上がる、一応上がるから。かわいい。少し後ろ重心だけど。後ろに倒れそうだけど、座ってるよ。かわいいな。かわいいな。そう、かっこいいよね。そう、ちょっといろんなのをね、いろんなポーズをさせてみたかったの。正座は無理だな。あ、と思ったけど、できそうだ。あ、足だけちょっとできないけど、膝はね、なんかちゃんと曲げることはできるよ。ほら。すごい、ちょっとガンダム、ちょっとね、かっこよく言いたいから、直すわ。ね、かっこよく言いようね、ガンダム。ね、すごい。え、すごいな。次はね、ザク作ってって言われたから、ザクかな。ザクか、あと、オルフェンズのバルバトスか、どっちかかな。そう。やっぱり重心取るの下手くそだな、ヒコ。なんだろう、なんか後ろ重心になったり、前重心になったり。いいわ。いいわ。あ、でもこのサイズがいいのかな。バルバトスはでも大きいの欲しいんだけど、ほんとは。なんかあんまり大きいのないらしいけど。そう、このサイズいいな。なんか飾りやすくて。そう、大きいのたくさんあったら飾る場所がね、またなくなっちゃうから。私ただでさえ漫画で部屋、ね、溢れてるのに。赤ザク？オッケー。ちょっとわかんないけど。お母ちゃんと相談するね。マジかわいい。なんだろう、愛着湧くわ。え、かわいいって感想おかしいかもしれないんだけどさ、なんか本当にかわいいんだよね。どうしたらいい？愛情が芽生えている。私は本当にもうかわいすぎて愛おしい。ママルもガンダムわかるの？ああ、まあなんか、昔のなら、少し。そう、がっつり知ってるわけじゃないけど、少しだけなら。そう、かっこいいじゃないの。かっこいいじゃなくて、かわいいなの。なんか、愛おしい。そう、お前かわいいなって、そう言っちゃいたくなるような。かわいい。かわいい。あ、取れちゃった前の部分。前の部分をね、つけますね。ちょっと待ってね。名前つけるの？名前つける？ちょっと待って、ここはね、外れやすいんだ。よし。OK、OK。こんにちは。名前か、何にしよっかな。初代ガンダムでしょ？もう、
かんないわ。全然わかんない。そのうちエアブラシ使ってがっつり塗装するようになりそうかな。でもなんかそこまでハマれるものがあったらいいよね。楽しいと思う。しかそんななんか趣味ってそんなないから、そう、そこまでハマれたらね。いいよね。ダムダム。初代でしょ。初代ヒカダム。どうしよっかな。やばいやばい。ああ、ちょっとバランス取って。ほらほら、後ろに倒れていかないの。縮めたりもできるのか。ちょっと伸ばして。よし。決まんない。初代ガンダム。初代ガンダムでいいよ。初代ガンダムでいいよ、そのまま。初代ガンダムでいいよ。バルバトスはバルバトス作ったよね。バルバトス作りたーい。バルバトス作りたーい。そう、そのまんまでいくわ。ちょっとね、これだけ。ちょっとね、ここにね、変換しとこう。しまっといて。よし。アムを。アムを。光るんは何？ボールから作ろう。ボール？ボール？何？わかんない。バルバトスって何ですか？鉄血のオルフェンズのミカが乗ってた機体です。はい。ボールっていうキャラがいるの？そうなの？ちょっと調べるね、じゃあ。怖い。無理。怖い。怖いじゃん。これだよね。怖い要素ない。嘘。あれ、ヒカが見てるのと違う？あれ？ヒカが見てるのとみんなが知ってるの違うんじゃない？違うのかも。なんか顔が怖かったんだけど、何か。あ、でも顔みたいのついてないやつもいるよ。何、この違いは何？顔っていうか口？あ、顔やね、顔。ハルは可愛いよ。うん、ハローは可愛いよ。
顔ないよ。あれ絶対見てるやつ違うじゃん。球体の頭にタイフォーが乗ってるやつ。あ、うんうん、そう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 、見てるやつ一緒。そうだよ、タイフォーか知らんけど、なんかついてるよ。なんか調べたら顔ついてるやついるんだって。なんかわからんけど、これひとつ目みたいなやつ。そうそうそう、え、顔ついてるやついるって。え、本当に調べて、ボールガンダムで調べて、顔ついてるなんかいるから。なんかガシャポンアイテム第2弾とか書いてあるんだけど、なんか知らんけど、そう、なんかニュースのなんかかな、知らんけど、わからんけど。いや、本当に顔のは違うの。何、待って、わかんない、全然わかんない。どれか結局わかんないんだけど。こんにちは。スーパーロボット対戦は知ってる？知らないね。変わるやつは正解ではないの？オリジナルじゃないやつがあるんだ。なるほど。なんかいるんですよ。口止めついてる。あ、ごめん。ゆーって。一番左の画像、あ、わかりやすい、ありがとう。これね、あ、これなら、うん。いや、でもしかわかんないな、これ。うん。やっぱり機体作りたいな。機体作りたいな。あと、ひかしてる機体あるかな。あ、キラヤマとね、いいよね。人物出てきた。遊びに来たよ、ありがとうございます。腹式は赤い秀一さん乗ってるよ。そうなの？一覧見たい。あ、いいわ、やばい、バルバトスいいわ。バルバトスいいわ。友人も良かったね、キャラ。あ、マクギリス、マクギリスも割と好きだった。そう、バルバトス私大好きなの。いいね。え、たくさんあるね、やっぱり。あ、はいはいはい。うん、ザクわかった。うん、知ってる知ってる。ザクわかるよ。バルバトスの何を買う？え、バルバトスなら正直何でもいいんだよな、ヒカ。まあちょっとそれは考えよう。何かを。いっぱいあるの、すごいな。すごいですね、やっぱり。うん。ガンダムユニコーン。ああ、みんなやっぱり詳しいね。ザクレロっていうのがあるんで、ちょっと後で見とくね。あ、よし、じゃあ55分になったということで、ちょっとね、ランキングに行きたいと思います。なんか落ちてた気がしたけど、気のせいっぽい。はい、13位、かぼちゃん。12位、ワッキーさん。11位、ところてん、ひかチューブさん。10位、しおんさん。9位、ばんちゃん。8位、たいらさん。7位、ひでくんさん。6位、トシアと7レンジャーさん。5位、谷口ひろきさん。
あ、変わったね。ちょっともう一回読み直すね。13位台湾夜嵐、ガンダム大好き、服かわいい姉さん、ありがとうございます。12位シオンさん、11位バンちゃん、10位タイラさん、9位ギャレスアット7レンジャーさん、8位ヒデくんさん、7位トシアット7レンジャーさん、6位谷口ひろきさん、5位ライラックさん、4位サトちゃん、3位オニール大佐さん、2位ノタさん、1位ユータットヒカチューブさんです。ありがとうございます。そしてギフトいきます。カボちゃん、サルキチさん、オニール大佐さん、モトイオさん、ライラックさん、台湾ヤアラシさん、ヒカチューブのミケン、ユータさん、サトちゃん、WY アット影の守護神さん、ヒロくんさん、炎上さんです。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、次が次何時だ、3時間足して18時だった。18時半からの配信です。続き、はい、あと2回なのでね、はい、最後までちょっと応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。次の配信も一応コスプレはしてます。コスプレはしてるので、まあお話、コスプレしたままお話ししようかなと思います。最後の配信はまあ普通の私服で、で最後終わったねってできたらいいかなと思います。この格好何？小悪魔です。小悪魔です。そうですね、角がこんな感じであってね。はい、なんでぜひね見に来てください。歌ったりする？歌ったりはしないかもです。ごめんね。はい、そうですね。あと、あ、ショールーム、インスタグラム、755、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。萌え台詞は、ないよー。ないよー。ないよー。え、黒い天使だよ。え、小悪魔じゃない？え、わかんない。悪魔だったよ、確か。小悪魔。はい。ないよーからの？ないよないよないよからのないよ。はい、そしてカウント、星投げギフト本当にありがとうございます。そんなしょっちゅう萌え台詞はやりません。私はクワガタ、あ、クワガタっぽい。急にぽい。はい、ということで、59分になったので、これで配信を終わりたいと思います。はい、それでは、はい、また次の時間、お時間ある方は見に来てください。それではまた次会いましょう。またね。クワガタある日かね、クワガタとかね、なんだっけなんだっけ、カブトムシ好きよ、割と。触れる気がする、それなら。バイバーイ。またねー。ありがとうございました。